アステリア株式会社は、企業版ふるさと納税による寄付を平成28年度から令和2年度の5年間継続して実施。寄付をきっかけとして寄付先の地方公共団体との対話や勉強会を重ね、新たなパートナーシップを構築しました。また自社の強みを生かして桜祭りの混雑状況等を共有するアプリや被災状況報告アプリを共同で作成するなど、地域貢献の取り組みを実施しています。アステリアでは企業版ふるさと納税を2つの自治体に対して行っています。一つが秋田県仙北市、もう一つが熊本県阿蘇郡小国町です。秋田県仙北市の方は、桜に彩られた町づくり事業ということで企業版ふるさと納税を行っています。こちら仙北市の角館という場所に千本桜と言われる桜並木があるのですが、こちらを保全する、そしてそれを中心にしてさらに観光などをですね、ご支援をするということで企業版ふるさと納税を行っています。そしてもう一つの方、阿蘇郡小国町の方ですが、こちらは小国杉をもっとずっと使って計画という事業に対して私たちがふるさと納税をしております。こちらは小国町のブランド杉である小国杉というものの林、こちらを保全するとともに、その杉をもっと活用するということに対して企業版ふるさと納税をさせていただいております。アステリアでは SDGs をこの事業推進の一つの柱に据えています。その中で SDGs17 項目ありますけれども、都会だけでできることってのは本当に限られているんですね。この SDGs を推進するにあたって、やはり地方創生、地方自治体と組むことによって、私たちがこの SDGs に貢献できるということの幅が大きく広がるんです。だからこそ私たちは単にその地方をご支援するというだけでなく、自分たちのこの SDGs に対するビジョン、この実現のためにもこの企業版ふるさと納税を活用しています。私たちの企業版ふるさと納税のユニークなポイントは2つあります。1つ目は、このような形で寄付をして地元のさまざまな産業をご支援するだけでなく、私たちが持っているこの IT のノウハウをその自治体に差し上げて、自治体の DX を推進しているという点、これが一つ目です。もう一つは、私たちが推進をしています働き方の多様化の中でワーケーション、こういったものを秋田県の仙北市、そして熊本県小国町、こういったところを対象にして推進をしているということです。企業版ふるさと納税の良いところは、地方公共団体と企業が一緒になって事業計画を立てるというところですね。これによって単なる寄付にならずに、そこで何をやるか、成果物をどうするか、こういったところに考えが及んで、それを実行するという仕組みであるところです。ですから、この事業計画を立てるというところにおいて、やはりパートナーシップを生みやすい、どういったことを考えて、そしてどういったことをやりたいのか、こういったところを共有するということがパートナーシップを育むベースになってくると思います。私たちはこの企業版ふるさと納税がもっともっと広がってほしいと考えています。アステリア自身ではまだ2つの地方自治体としかこの企業版ふるさと納税をやっていませんが、全国には約1700の地方自治体があります。一方で上場企業だけでも3500社あるわけですね。この上場企業のすべてがこの企業版ふるさと納税をすれば、すべての地方自治体をカバーして、そして先進の IT や事業と、そして地方の良いものを組み合わせ、パートナーシップで新しい事業を生み出すことができると、このように考えています。